今日ジャージで大リーグスタート。さあ飛び出してきました。ナンバー9番倉持修選手。エレファントレーナーです。スタート。軸を少し外してしまいました。頑張りますとコメントをくださっています。選手に30秒ずつ3回ビッグマンの時間が与えられています。この組から2点目のは決勝に残れるのはわずか2名です。今会場には沖縄10番高島栄一選手の千葉県クリオチャーバンスラック内所属です。
一選手。すごい。バックハンドからのそのままチェストへと。ハンドスタンドを狙いに行ったんでしょうか。今日は愛知県ロイクリオス選手ルッチャドロップ1回転があった。